これ強化合宿のメンバーあれだな、育てられてないやつをメインにやった方がいいな。だから強化合宿一緒に入れたんだ。うわ、6が4つ並んでる。あ、ていうかここまで来たんだ。赤、なんか男は、何これ。これがファントムの収容所。うわ、もしかしてこの四角い箱全部にファントムが入ってるの？もうなんか落ちてる箱は凍結されてるよな多分。そうだよ、すごいでしょ。世界中から集められたファントムがぎっしりのモンスターハウスさ。最悪なモンスターハウスだなこれ。あれ、でもバトルじゃなかったよな。収容所の入り口が閉められた。開かない。閉じ込められた。オルトの仕業ね。正解。どう、みんなダンジョン攻略を楽しんでる？楽しんでるっていうか、だって一歩間違えればこれ死ぬダンジョン攻略でしょ。さて、ここで第2の試練です。6話で第2の試練か。次の階層に降りるためにはこの収容所を通り抜けなければなりません。しかも収容所のドアを開けるためには専用の ID カードかパスワードが必要です。あれ、 ID カードもらったな、そういえば。ちなみに、お、君たちがステュークスのスタッフから渡された ID カードは使えねえってか。とっくに特定して登録を抹消してあるよ。うわ、はい。最初から裏技を使って楽々クリアしたら面白さが半減するでしょ。裏技っていうか、村人 A に話しかけたみたいな感覚なんだけど、それでも裏技なの？それはそれは、余計なお気遣いをどうもありがとう。というわけで、このステージで君たちがチャレンジするのは宝探しゲームだ。ジオキャッシングか。宝探しだって。ルールは単純。うん。収容所から出られる ID カードを持ったファントムがはケージのどれかに閉じ込められてる。やったなお前。やっておれんじゃねえかお前。それを見つけ出して ID カードを手に入れよう。音符マークついても何にも緩和されねえんだよ。そんな、こんなにたくさんのケージの中から一つを見つけろなんて無茶だ。そう言うと思った。じゃあ初級のステージってことでヒントをあげちゃいます。あ、ヒントくねえんだ、そこは優しいな。僕が今から指さすケージをよく覚えておいて。覚え系なの？あれと、ああそれと、はい、沈んでる。これ、簡単。この3つのうちどれかに ID カードが入ってるよ。うん、1個沈んでんだよ。それでは諸君、健闘を祈る。いなくなるの？いなくなっちゃった。ん？ダメね。オルトの言う通り、書院にもらった ID カードはエラーが出て扉が開かない。お、四方八方から嫌な音が。この音、ケージの中から聞こえてる。あ、だから今解凍されて出るよってところか。こいつらまずいな。ケージの中のファントムたちが目覚め始めている。ああ、罠の可能性も高いけど、まずはオルトが示した3つのケージを順番に開けてみましょう。大変だな。ああ、それしか道はなさそうだ。ほら、もうルクハンが怒ってるよ。なかなか見ない顔してるもん。ルクハン5章から怒るようになったもん。さらに、どういうこと？何？もうなんか、待って、話数めっちゃ多くない？これ、他のタワーのやつらもやるんでしょ？何？ PTM27446216891189 何これ？だからこの3つやれってか？なんか右側でポンプフィオレがテクテク歩いてる。あー参戦すんのこれ？じゃあ合計9戦するってこと？マジか。水、草、タイトルになっちゃってるよ。これすごいな。あのケージを開けるんですね。じゃあ僕が魔法で。魔法使えるんだったらね。ノン、獰猛なファントムが潜んでいるかもしれないからね。ここは私に任せてくれ。お、でも。おや、エペル君、私との約束を忘れてしまったかな。ああ、言うこと聞くってやつ。わかりました、ルークさんの指示に従います。あら、いつもと違ってずいぶんいい子なお返事ね。どんな約束をしたの？後で教えてちょうだい。
いい。さあ、姿を見せてもらうよ。ふっ。お、出てきた出てきた。解凍されて、あ、すぐなんだ。じゃ、いつもさっきのザコファントムとはわけが違うってか。どんなんだ。あ、でも強くなってんのかな。変わんねえ。かじりつくなんて。なんも変わんねえの。なあ、HP が1000増えたなっていう。落ち着いて。えい。おや、こんなのお話にならない。お次はこいつじゃ。お手並み拝見。終わりだよ。笑えるわ。あー、よかったよかった、全然大丈夫。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。ここは大丈夫なんだよな。ここは、ああはい、解けたとこまであんのね。見たよさっきも。エベル君、ID カードを探すのを手伝ってくれるかい。どうせないんだろうなって感じしちゃうんだけどな。わかりました。ケージの鍵の部分だけが壊されてる。こんなに小さい的を正確に狙えるなんてすごいな。おー、さすが狩人。ID カードはルークさん、こっちにはなさそうです。私の方もそれらしいものは見つけられなかったよ。これ多分なんかどっか一個にあったら話変わるもんね。じゃあ全部ないのかな。そう、じゃあ次に進むとしましょう。なるほど。はい。ああ大変だぞこれ。マジか。まあ全然いいけど、マジカルペンでクリアってなってら、じゃあ順々やってっか。あ、今度火だけだ。あ、変わるんだ。じゃあ変えよう。うん、水だったらな、イデアとリリアが水単属性だからこれは楽だ。てやっ、はぁ、ケージがなかなか開かない。怪物が入ってるから頑丈なんだろうけど。よし、次さ。てやっ、あー、なんかエビル頑張ってら、すげえ音すんじゃん。にっこり、エペルもにっこり。エペル、序盤からそんなに飛ばしていたら途中でガス欠になりかねないわよ。突っ走らずにもう少し効率的に。ビル、エペル君、話は後だ。うさ、俺いらないよね。魔法使えないからさ、あの殴る蹴るの暴行しかできないわけよ。こっちはめちゃめちゃ足手まといだよね。ええ、うるさいファントムを黙らせましょう。よっしゃ、やろうぜ。ボコそうぜ、ボコそうぜっつってできないんだよな、俺。ボコせないんだよ。お？ワンターンでサクッと終わらせ。新しいファントム来たな。なんだこいつ。34,000。ほー。元ネタ何なんだろうね。なんか盾持ってるけど。なんなんかその下半身どうなってるんそれ。どうじゃ。落ち着いて。さあ、捕まえた。見かけ倒しじゃ。おや。牽制さ。よし、倒しきった。どうせ戦うのなら。美しく勝ちたいものだ。で、今のファントムは ID カードを持っていなかったようだ。まだか。やっぱそうだ、全員持ってねえんだよ。他のケージを当たりましょう。なんかエペル、どうした。エペル、あんたのやる気は買うわ。お、でもペース配分には細心の注意を払って。うん、確かにそうだな。いざという時に魔力切れじゃ困るでしょ。温存しておくに越したことはない。そうだ、魔力切れになっちゃうとね、俺みたいになっちゃうから。監督様だからクリバットぐらい持ってた方がいいんだって。もちろん私とビルにも同じことが言える。まあまあまあ、休めるときは休ませてもらうとも。そうだな、俺めっちゃ休んでんだじゃん今。本命の獲物との対峙に備えて適宜休息を取るのも狩りをする上では大切だからね。うん、そうだな。本命、イデアいつ出てくんだろうな。狩りの話をした覚えはないけど、まあいいわ。とにかく前に出すぎないこと。わかったわね。ああ、先輩たちが心配してくれたら。はい。まあ役に立ちたいっていう気持ちはあるだろうけど、まだお前1年坊だしな。それは仕方ねえよ。で最後だろ。ここにあんのかな本当に。草入ってきた。さあ、鬼が出るか蛇が出るか、ケージを開けるわよ。エペル君、監督生君、私の後ろへ。うっす、俺もう本当何もできないんで。ボケ、守ってもらわなくても平気です。いいかい、エペル君。誰かの後ろに身を隠すという行為は、守ってもらうことや、
逃げるためだけのものじゃない。姿を隠し敵の不意をつくこともできるし、前衛が取りこぼした敵を仕留めることもできる。おお、なるほどね。確かにそうだな。これは誰かの後ろに陣取らなければ取れない戦術さ。ルカン、いいこと言うじゃん。前に出るだけが強さじゃないってことよ、うん、リンゴちゃん。まあその辺はまあエペル確かにな、知らなそうだもんな。うん、わかりました。じゃあ光栄は僕に任せてください。おお、ポムフィオルの最終兵器。よろしい。じゃあ行くわよ。おお、お願いします。こいつ本命かな。ううどれぐらいなんだ強さ。他のメンツもそうだよな。おワンターンでサクッと終わらせ。あれなんだっけこいつ。あ、マダムミムじゃん。え、絶対そうだよねこれ。マダムミムっぽいな。ここ出てくんだ。でも結構重要なキャラじゃない、そのマーリンと対峙するわけだから。でもな、あ、28000、全然そんなことないな、うん。あ、ぽい。ここからがお楽しみ。マダムミムっぽい、なんか今のお辞儀の感じとか。それ全力で潰してあげるわ。それが本当。よし、終わりました。どうせ戦うのなら美しく勝ちたいものだ。ほら、これだけ声がなんかあるし、女の人っぽいわ。溶けて消えた。あ、出た。今何か落ちた音がした。 ID カードだわ。今のファントムが持っていたのね。3つのケージのうちのどれか1つに ID カードが入ってる。オルト君のヒント、嘘じゃなかったんだ。これから最初にやったら出てたのかな。トレビアン、信じる力が道を切り開くということだね。あいつらがただの親切でヒントをくれるはずがないわ。あいつらは私たちをチェスボードの上で転がして暇つぶしをしているだけ。ウミネコの鳴く頃にか。これやってたな、あいつらもそんなこと。暇つぶし、 いえ違う、これはおそらく。え、なんだ。なんかまだいんぞ。のんびり話している暇はなさそうね。ああ、まずはここから脱出しよう。うん。で終わったんだ。でどうなるんだこれは。うん、元に戻るんだ。でも、あ、バトルか。これすごい話数だぞ。え、だってまだ4層。本命12回でしょ。嘘じゃん。なんだ。なんとか無事に切り抜けられたわね。ケージの中で目覚めていたファントムはどれも小さな個体ばかりだった気がするよ。うん、あれくらいなら僕でも楽勝かな。油断しないで。ファントムは収容されている階層が深いほど厄介な個体が多いと聞いてる。え、もうあれかな、解凍されてんのかな。気を引き締めていきましょう。うっす。それにここに来て分かったことがある。お？この島全体のコントロールを掌握したあの兄弟でも、うん、ファントムの凍結を一気に解除することはできないってことよ。なるほど。確かに言われてみると、それができるならすでに勝負は決しているはず。それより前にイデアたちを止めなきゃいけないのか。ええ、昨日研究所の職員がファントムをタルタロスから搬出してテストする場面に出くわしたの。やってたね。そのアナウンスの内容からして、おそらく収容所内部には凍結を解除する設備がないんだと思う。うんうんうん、危険だからな。ん、階層やんの。あ、階層やれない。これ出た、この音。やってたね、そんなこと。ゲームしたでしょ、それで。1300より被験体 ROS859A SUS3320B のテストを開始します。これなんか羅列も意味あんのかね。 A113 とか出てきたらもうびっくりしちゃうよ俺。現在該当ファントムの形式を凍結解除中。職員の安全に万全を期すためテスト終了まで各
館内の扉は全て施錠されます。そういえば館内生きてたね、お前ら。そういえば館内を移動中の方は速やかに各地エリアにお戻りください。お前今どこにいんだ。例えるならタルタロスは巨大な冷凍庫、うんうんうん、解凍できる電子レンジは冷凍庫の中にはないんだわ。めちゃくちゃ分かりやすい説明してくれんな。そっか、じゃあ今は冷凍庫の電源を抜いて中身が自然解凍されるのを待ってる感じかな。めっちゃ分かりやすいな君たち。ええ、つまりあいつらも今は動きたくても動けない状況なのよ。うんうん。ゲームだなんだとふざけた言動でこちらを惑わしてくるけれど、その実私たちを足止めして時間稼ぎをしたいんじゃないかしら。あー、だからゲームだなんだつってんのかな。要するにイデア君たちも余裕があるわけではないということだね。うんうんうん、多分ね。それにしてもオルトの悪役らしい演技はなかなかね。え、ビルさん、世界のリセットなんかやめて役者になった方がいいと思わない？ヴィランをヴィランらしく演じられる子役は貴重よ。おー、学園に戻ったら彼を映画研究会に誘ってみたらどうだい、ビル？うん、オルト君ならなんかやりたいって言いそうだな。それも悪くないかもしれない。さあ先を急ぎましょう。なるほど。第二の試練はあっさり抜けられちゃった。そっか、でもここに来るとファントムのエコーかかってんだよな。最初とはいえ難易度の設定を低くしすぎたかな。大丈夫だよ、じきにタイタンズも覚醒する。あ、っていうか待って、吹き出しでイデアになってる。あれ、なんでなんでその違いがあんの。なんでオルト君はこの吹き出しになってないの。え、一番厳重に凍結されている第12層に収容されてたのに随分と溶けるのが早いね。さすがは原初のファントム、他の奴らとはレベルが違う。なんで吹き出しになってないんだオルト君は。どういうこと。冥府のゲートの封印解除も順調だ。なんかもうさ、冥府移った途端血の気引いたんだけど俺マジで。冥府は中へ入ることはたやすいけど、うん、一度入ってしまえば内側から出ることはできない。さっき冷凍庫の話したから本当に冷凍庫じゃんって言おうとしたけども、なんかそれのツッコミも合ってるか分かんないもん今。一方通行で不可逆の扉、うんうん、それを内側からこじ開ける。冥府の門をくぐった者は二度と地上には戻れない。それが起きて。でもオルト君やってんでしょこれ。僕が冥府から戻ったらみんな驚くだろうな。僕が冥府から戻ったら、あれ、死んでたと思ってたあのオルト君はじゃあ今どこにいんだ。楽しみだね。え、なんで、どういうこと。おお、戻るんだ。階段の奥から何か歩いてくる。え、あのサイズもしかしてグリム君？は？あーい！お、グリムいんのか、グリム。え、ねどうしたどうした？ネペル君、グリム君じゃないよ。いや違うんかい。体長が10センチほど低い。なんでわかんだよ。なんでわかんだお前は。すごい勢いでこっちに走ってくる。え？構えなさい。もうなんだよ。なんだか何が来てんだよ。グリムどこにいんだよあと。あ、ペイパニじゃん。ペイントパニック、こんなところで出てくんの？ペイントパニック。え、違うかな？なんかぽく見えるけど、スティッチと言われればスティッチにも見える。え、これを何？え、グリムと見間違えたんか。さすがに目が悪いぞ、それは。これを見間違えるのすごいな。2匹いるし。っていうか、2匹いるし。それ、集中して。自業自得。お手並み拝見。マーベラス！コリタ、早く終わらせましょう。当然の結果ね。あんたと私じゃステージが違う。いや、ハロウィンビルさんめっちゃ重宝するわ。あ、何いっぱい集めてんの？なんかフロイド久々だな。